はい、こんにちは。トレーナー坪井です。トレーナー坂根です。すぐやりたがる。何これ改善してるトレーナーの尾藤です。許されるね、っていうことです。で、そこから本題いきます。ホエイかソイか。おお、本題いきます。こんなんはもうどうでもいいです。おお、なるほど。そう、もう最近のやつはどうでもいいです。そうですね。そう、ホエイ対ソイね。そう、ホエイ対ソイ、ずっと言われて。ちなみにどっち取りますか？僕はホエイ。ホエイ。で、ホエイが、分かりやすく言うと、ホエイホエイ言っててもあれなんで、うん、動物性。ほう。ほう。ホエイ。ホエイ。来た。ホエイ。ホエイ。それ何の動物？ホエイ。ホエイルを押すね。何それ？クジラ。ポケモンです。あ、クジラのやつ？そうです、そうです。ホエイルを。で、ソイが、大豆。ほう、そうや、そうや、そうや、豆って書いちゃった弱いな感じあれですよ、ソイラテとかのソイです。あー、あるね、ソイラテ。で、スターバックスとかで美味しいですね、はいはい、スタバで頼んだの、うん、緑のカードもあります。で、はい、スタバでね、なんかソイカードみたいなのあるんですよ。あ、そうなの。ソイだ。あ、あれ、そう、頼んだら、うんうん、ソイカードっていうの渡されるんですよ。うん、緑の。ああ、はいはいはい。で、それと交換するんですよ、うん、なるあれ何の意味があるか分かんないですけど、うん、そうですね、うん、何なんだろう、そいだよっていうのを確認するためですかね、単純に、うん、ね、はい、誰が取るんだろう。いや、店員さんがね、あ、ちょっと見てよ、ね、これ作りながら先生あれ、そいそう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 はい、はい、どこの意味はしたっけ動物性、そして大豆、うん、で、さらにですよ、ここからちょっと復習かなり入ってくるんですけど、うん、大豆に何含まれていましたっけ。あ、イソ。うんうん、イソ。イソ、イソ、え、イソップ、イソップ、イソの、イソの中島。中島ないぞ。あ、イソサザエさんで、ね、やべえ。イソブラ、え、ちゃちゃ、イソフラボン。イソフラボンね、フラボン。これが、まあ美肌にいいですよって話したじゃないですか、うん、で、基本的に僕はそんなにめちゃめちゃゴリゴリになりたくないというか、別に目指してないので、ちょっと見た目が良かったらいいかなっていうタイプなんで、僕は朝こっち飲んでます。ソイを、うん、何で取ってるんですか。ソイを、あ、しまった、これ、え、納豆食べてる。納豆食べてる。また出てきた納豆。いつもだ。で、じゃあ、そう、ソイプラス食物繊維も入ってるので、うん、もう漢字覚えました、僕。お、合ってる？なんか流れでいかんとね。漢字は流れです。そうやね。名言。うん。ちょっと信用になってるけど。はい、食物繊維も入ってます。で、食物繊維、前やりましたね。流行ってる、これ。そう、流行ってる、いいの。流れすぎたね。じゃあ、流れすぎた、はい、止めます。いい、はい、うんうん、で、食物繊維も入ってるから、うん、腸内細、腸の働きを良くする、うん、で、美肌出ます、うんうんうん、で、ただ、こっちの方が、これ、タンパク質のところでやった、うん、アミノ酸指数、スコア、アミノ酸スコア、アミノ酸スコア、これ100目指しましょうっていうのが、うん、要は全部トータル100になるように取ってもらった方がいっぱい吸収できますよ、バランスよく吸収できますよっていうのがあったんですけど、こっち揃いやすいです。こっちの方が揃ってることが多いです、うん、こっちちょっとバラつきはやっぱり出てきたり、まあ、メーカーによって違うので、うん、まあ、そこ中確認しながらやってもらっていいんですけど、うん、で、僕の中でちょっとホエイとソイで効果が違うかなっていうのが感覚的なところなんですけど、うん、ホエイどっちかって言ったら、なんて言ったんですかね、筋力、筋肉、うん、筋肉の増量、筋肥大とか、うんうん、ちょっと太くっていうのも言い過ぎですけど、ちょっと強くとか、増量とか、強くなる、
メージです、うん、でソイの方はどっちかといったら効果的にはショーって何でしたっけ、キス、秘変に役草冠、秘変に草冠、あ、そう、うん、脂肪燃焼、草冠じゃなかった、要は筋肉を効率的に使っていく方に働くのかな、うん、まああの食物繊維は入ってるんで、なるほど、そう、あの血糖値上げにくくなって、あ、燃やす方、感覚的にはこっちです、うん、で、なんで女性とか、うん、そうやね、女性向きな感じだよね、そう、うん、で女性とかこっちまあ完全に、男性というか、まあ、男の人は、ね、基本筋肉やっぱ大きくしたいっていうのがあるから、で、あと僕社長さん多いんですけど、あの大きくしすぎるとスーツ買い替えないといけない人がいるので、そのやたら肩のサイズだけでね、こう合わない、引き締めに行きたい人は、うん、要はちょっとサイズそのままで脂肪を落として多少の筋力、あの筋肉、筋肥大は OK ですけどっていう人向けかな、うん、そうで、ここでちょっと面白いデータがあって、お、データ、あのもう一回ちょっと BCAA の話に戻るんですけど、うん、要はこれが血中にあったら筋肉削らずに、うん、筋肉の分解せずに使っていけるじゃないですか、うん、でそれを補うためにもプロテインを取っていった方がいいじゃないですか、トレーニングで鍛えて、うん、鍛えたやつを、補修する上でも血中に BCAA が濃い方が修復も早いし、うん、大きくなっていきやすいし脂肪も燃焼しやすいしってなってくるんですけど、うん、これ面白いデータ、これでも何に面白いBCA、 これの例えば、うん、この今4つあるじゃないですか、あ、はい、組み合わせ的に言ったら血中の BCA を上げるにはどれがいいと思いますか、んこれ面白い、あのこれまだ人間ではやってないんですけど、動物実験では出てて、血中のラットで、うん、ラット、これある組み合わせをしたらその太もものところの、うん、血中の採取したんですよ、アミノ酸濃度、うん、そう、血中にどんだけ BCAA が要は入ってるか、 BCAA 濃度を調べたら、うんうん、出てきたんですよ。え、どういうことですか、血中の BCA 濃度、血中のアミノ酸濃度と BCA ってイコール、ちょっと違う、BCA だからこれですよ、うん、バリの血中に BCA がどれぐらい入ってるかってこと、ね、そう、でそれがないと、血中に BCA がないと筋肉からまあまあ削っていくっていう、うん、分解していくよっていう、なんで血中にあった方が要は筋肉痛とかもそっちからどんどん修復していくんで、BCA 濃度は血液の中に BCA をどんどん入れていきたいんですけど、どの組み合わせ、例えばソイを2つ分取るのか、ソイを2つ分、あとホエイを2つ分、大豆2粒ってことじゃないですか、そうそう、とか あと、え、大豆2粒っていいの、ホエイとホエイと BCA と流される、そうだから、これとこれがこれとこれだと、そうあ、 A 君と B 君、 C 君、 D 君もって、どの組み合わせが一番、D、あ、そうそうそう、ややこしいごめんごめん、ややこしかった、確かに、じゃあホエイ君と1、2、3でしますか、で4ね、ほう、おお、何ですかこれ、え、言ってしまえば、うん、一番筋肉を分解しにくい組み合わせってことですか、そうです、で、血中の BCA 濃度を高める、高めたいから、うん、全然その研究ねそんな考えしたことです、うん、僕だってこれとこれとこれは取ってます、そういうことカレー作るときはジャワカレーとバーモンドの中辛と合わせて、そう、あー、なるほど、だから黄金比
比があったんですよ、ね、うん、黄金比っていうか比率までまだごめんなさい見てないですけど、これでも今まで流れで坪井トレーナーも食物繊維好きやからね。でもこれ食べてまあそっち来るわ。これも鉄板で入ってる。これ心理面いくの心理で。これ入ってなかったらもうドカーンやん。いやもうこれだから答えで、もうこの YouTube 界が緩むかもしれないですよ。うん、マジで。これもう絶対そう。大体でもそうみんなね、進めるのは絶対ホエイですよっていう場合が多いしな。あえてソイの。ソイと？ソイと。こっちちょっと微妙ですよね。どっちも押してなかった、ね。俺意外とほんまジャワとバーモント行くか。あ、でもこれ赤字で書いてる、多分こっちです。なるほど。きた。24。24ですね。正解は。あれ？あれ？あ、あっ、2投資。あ、2投。それジャワとバーモントや。確かに。ジャワの中辛とバーモントの中辛みたいな。そうな。だって普通に考えてくださいよ。いや新球種3種だと中途半端で9種だと中途半端だからどっちも20そうか20普通に考えたら、まあまあまあ、1と2 そう、それ言われたらだから、男性の人も筋肥大したかったらホエイとソイ一緒に半々入れてもらったら血中の BCA 濃度が上がるのでそういうことね、そうだからその朝にソイでとかトレーニング後にホエイでじゃなくてそうもう一度に取ってしまう、はい、うん、そう混ぜちゃう、でもあれじゃないですか、吸収の時間の問題とかもあるんです、そうやね、あ、それもあるし、ね、うん、こっちの方が有利やし、それ言い出したらあれですけど、そう、うん、そうで、女性におすすめなのがソイって言ったのも、うん、そうだ、食物繊維入ってるから、うん、満腹感、あ、うん、確かに、あ、ごめんなさい、もうちょっと言ってもいいですか、時間あるから、ちょっとだけ、タンパク質のプロテインというかはタンパク質としておすすめというか、これ結構びっくりなんですけど、血糖値上がるのって、うん、みんな糖だけやと思ってないですか、ブドウ糖のイメージがある、そう、ブドウ糖、うん、まあ、オリゴ糖とか、あ、そう、糖質にしてるから、そうそうそう、オリゴ糖とか果糖とかいろいろあるんだけど、うん、まあ、あ、糖にしときましょうか、ごめんごめん、糖、うん、糖ね、これですね、中血糖値が上がるのかで、糖ね、アメベイト糖、ベイト糖、血糖値があれ合ってる？合ってる？そう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 、そうそうそう、これじゃない、絶対仲良くない、仲良くない、それ絶対無理やん、ね、これ答えがあったじゃないですか、うん、僕のお客さんがあんな絶対ありえないでしょちゃんと見てくれてる、そうそうそう、ありがとうございます、ありがとうございます多分これも見てくれてますありがとうございます、で、糖で血糖値上がるというかは、血糖値上がった後にインスリンが出るんですよ、うんうん、で、それがしやすいのが、実はこれなんですよ、おだからこれダブルでいったら結構危ないですよ、あ太りやすくなるの で、うん、でただ、タンパク質に関しては糖質よりもお腹いっぱい中枢、満腹中枢を刺激しやすくなるので、うん、割と例えば、こっちご飯食べるよりもお肉食べた方が割とお腹いっぱいになった感が出るので量的にはそんなにいかないので太りにくくはなってくるんですけど、同じ量いった時は一食ぐらい上がっていくので、これ気をつけてくださいね、そう、血糖値とかで見て、血糖値というかインスリンとかで調整しようかな、ダイエットしようかなって考えてる人は結構気をつけてくださいっていう豆知識、はい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 、消すぞ、はい、ということで、ね、はい、僕のおすすめはソイで、もうちょっと筋肉つけても一緒はソイとホエイを混ぜてください、黄金のでこれの違い、結局食物繊維ですか、食物繊維違いはだ、脂肪を燃焼させるか、要は目的ですよね、だから僕のお客さんが、いや魚トレーナーがのお客さんって結構筋肉つけに行きたいって人多いんですよ、ですかね、うん、だから多分ソイ、ソイ、で、そういう人は僕もソイを勧めるんです、あ、ごめんなさい、ホエイ、動物性のタンパク質を勧めるんですけど、うん、僕どっちかって言ったら、スーツそのままがいいとか、うん、とりあえず絞りたいとかっていう人が多いんで、脂肪燃焼とかっていうとこを狙って僕はソイをお勧めしてますし、僕も飲んでます、うん、はい、あとは好きなもの飲んでください、そうですね、ということで、うん、はい、いいとこだ、ホエイの方が美味しいプロテイン多いです、うん、あ、そう味も大事、そう、味も大事ですね、うん、食物繊維入ってるので水に溶けにくくなってくるので、うんう
あの粉っぽくなるんですよね、うん、ダマが出るってことですね。そうですね、うん、女性はでも割とスムージーとか好きやから、うん、割といけるんですよね、うん、男性無理、ちょっと飲みにくい ね、うん、ただ女性は本当ソイおすすめです。引かねここで引かるっすね、うん、ここでな、味もまずいのばっかですよ。まずい言わんといて飲んでんねんから。いやだから、だからあれやんか、混ぜるとね、そう、あそれがそうなんです、美味しいとまずいでちょうど普通ぐらい、ね、なるかもしれん。だから何ですか、イクラと納豆混ぜたら、はい、うん、絶対無理、絶対無理それはどう、絶対無理ですよ。はい、ということで、はい、チャンネル登録お願いします。お疲れ様です。いいねボタンも、イエイ。